岸田総理大臣の手術が終了し、術後は順調だということです。岸田総理は慢性副鼻腔炎を治療するため、内視鏡の手術を受け、午後3時45分までに終了しました。政府関係者によりますと、術後は順調だということです。岸田総理は去年から鼻詰まりの症状があり、今後の活動に万全を期したいとして手術を決めたということです。全身麻酔を伴うため、その間は松野官房長官が臨時代理を務めました。日帰り手術のため、終了後は公邸に戻り、明日も通院した上で週明けの13日から通常の公務を行う予定です。